やばい人、全然おらん。俺東京なめてた感じするわ。そう、俺もあの時なんで渋谷に行って探そうと思ったのか分かんないね。あ、そっか、言ってましたよね。え、じゃあおさむさんいいよ。軽いな、ノリが。また後で。ありがとうございます。可愛いな、ほんまに。入っていいかな。ちょっともうそれめっちゃ伝わってきて、いつ言われるやろと思ってたけど。いいね。でも同じ会社あるけど、俺ももう帰るわ。まあでもほんままた東京来る機会あったらぜひぜひまたお会いしましょう。ありがとうございました。いやいや、いなかったっていうか、あんだけ人って見つけれないっすわ。あんなにスクランブル交差点って人多いんですね。めちゃくちゃ多かった。めっちゃ多い。ほんまにお祭りみたいと思ってたっていう感想がそのまんま僕も思いました。テレビ見るのと迫力が違う。やばいです。違います、全然違う。いやー、いやって、いやって、それ分かってらっしゃったんですね。え、知ってました。電話をしてもらいたいなと。はいはい。ちょっと一瞬ですけどかけますね。はい。あれ、まだ慣れない。ああ、やっぱそうなんですね。結構もう移動されてる感じですか？電話した時にたまたま渋谷におったぐらいの感じで。多分そうだと思います。ああ、やっぱそうなんやな。もうなんか、いや話聞くとなんかいろんなとこ回ってるっていう。忙しくされてるんですね。無理でした。無理か。まあちょっとまあライブ中に連絡があったら、はい、そうですね。その時にちょっと行くっていう形にします。今ね、連絡があってね、あの人が横浜におるらしい。横浜ってすぐじゃないですか。2駅やね。え、マジで？マジ。うわー、そうなんや。横浜やで、絶対でも見つけたいな。横浜広いからね。え、なんでそれでずっと待っといてくれるっていう感じではないんですよ。まあどうやろうね。すごいな、あの人ほんまにいろいろ動いてるんですね。お忙しいですな。さい。あー、眠いな。もうなんで朝はこんな眠いんやろな。ここどこ？いや、これ前やな。東京なのな。ここなんでやろ。あれ？あ、もしもし。あ、もしもし。あ、市川です。ああ、今か。昨日、申し訳ない。もがっちゃってるよね。いやー、そうですね。今、ちょっと東京にはいないです。もう。次はいつ来るんですか？明日ですか？明日いらっしゃいますか？早いな。それやったらおったわ。あー、でもまあ、まあ、ほんまに、またちょっと、機会作って。そうですね。ぜひぜひ。お会いしましょう。僕のラジオでもよく言ってますけど、割と東南アジアの方に僕、長期行ってたりもするんで、待ってますよ、だからこっちから、ミャンマーとかタイとか来る。遠いな。東京のレベルじゃないな、今度。よかった、電話つながって。あ、そうです。もう声聞けただけでもよかったです、本当に。いやいや。なんかそんな、遠距離恋愛の恋人みたいな。ほんまやね。なんか確かに、この話だけ聞いとったら、ちょっと気持ち悪い感じもするかもしれない。またじゃあよろしくお願いします。はいはい、こちらこそ。ありがとうございました。わざわざ電話していただいて。はい。では、失礼します。はいはい、失礼します。怒涛の東京編、終了いたしました。なぜか東京にいた一日ということで、まあ、最後ね、内山さんと俊介さんに会いたかったんですけどもね、はい、なぜかあるこのきびだんごキーホルダー、これをお渡ししたかったんですけどね、内山さんと俊介さん、まあでも仕方なかった、うん、頑張ったよ、時間もなかったしね、まあ次回いつになるか分からないですけども、また機会を設けてね、俊介さんと内山さんには会いたいと思っております。東京本当にね、こうカメラ回してないところで旗持ってたらなんやそれっていう風に声かけてくれたり、まあちょっと放送上は流してないんですけども、まあこのちょっと酔っ払ってたお父さんにこう声かけたら、酔っ払ったお父さんがこう、なんか言うてくれて、なんか怒ってな、まあ酔っ払いの感じですよね。まあそれを見て周りの人がちょっと笑ってる、なんかそういう感じの風景を見るとね、なんか東京っていう街の人たちも感情があるんやなっていうのはちょっと失礼ですけども、なんかね、歌とかでこうすっごい冷たいっていうイメージが誇張されてるからかわからないですけども、なんとなくそういうイメージ持ってたんですけども、やっぱり同じなんやなっていう、まあよう考えたら東京って地方から集まっておるっていうような、ところもあるでしょうしね、うん、まあそういう意味ではほんまに変わらないんやなって、まあ、ただ人が多い、もうそれには本当に参りましたね、ということで、以上東京編終了でございます。また、来週から何が始まるのか乞うご期待ということでよろしくお願いします。これ渡したから作ってますんで、これ見てたら取りに来てくださいよ。いや、まあ行きますんで機会設けてくださいよ。